はい、こんにちは。ショートバブ専門美容師のみっちーでーす。今日も YouTube リアルサロンワークをやっていきたいと思います。本日のゲストのナギさん。はい。はい、はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。ナギさんが今日バッサリ髪を切りたいというところで、すごい長いですね、髪。もうなんかずっとロングで、学生の時にバイトで、なんかもうこの長さだとお団子にしなきゃいけないって言われた時に、めんどくさいからポニテでギリギリなんか肩つくぐらいの。長さでこれぐらいまでやったことあるんですけど、そっからまた一回も短くしたことがないっていうか、ロングが好き、多分そうなんですかね、で今日は一応バッサリ切りたいと、なんか切りたくなった理由とか悩みだったりとか。そうですね、今転職活動してて、まあ新規一点っていうのもあるし、それしながら、まあ自分でハンドメイドとかやってて、髪の毛とかやる暇が本当になくて、もうずっと制作をしてるみたいな、はい、髪洗うだけでもなんか重労働長いしね。なので洗うたんびに切りたいなと思うんですけど、まあなんか周りも特に親とかに、やっぱショートはやっぱ美人じゃないと似合わないしみたいなこととかを言ったり、まあネットとかでもあるし、まあ、やりたいっていうのはあるけど、まあ、似合うか分かんないから、もうずっとこのままでやってたって感じですね。もう色だけなんかいろいろやってみたいな、なるほどですね。まあじゃあ、その部分もあるけど、まあちょっとじゃあショートの扉開けてみたいなっていう感じ。そうですね、なんかお悩みとかはあるんですか、髪の毛。ちょっと長かったので、なんか癖とかはやっぱりその分軽減されてると、っていう感じで髪が多い、あと色がすごい濃くて、これをブリーチ5、6回ぐらいしてるんですよ、じゃないとやっぱ色が入らないぐらい色が濃くし、まあ、太い血みたいな、太い濃い多いの三重苦なので、それもあるんです。ありますかね、ショートにしなかったら。ロングの方がやっぱりこういう髪質だと重さで伸びてくれるからっていうので、本当にミッチーなんですので、ショートにしたらどうなるかっていうのが、まあ確かにね、その辺はね、やっぱり聞いてみないと分かんない部分も多少はあるかなとは思います。でまあ髪質的にはスーパーロングで毛先が5回6回ブリーチをして、これはカラーバターかなんかで色や、まあなんかハンドメイド作家さんらしいおしゃれな毛先になっておりますが、まあ髪質としては全体的にはちょっと細かい位置の波状毛ですね。内側とかは少しこう練りがあったりとかして、で短い毛も多いし、ちょっと細め柔らかめで、量はすごく多いという、で雨の日とかにこうファーンと広がってきちゃうタイプの、まあ、クセッケさんって感じですね。だから長さがあるから結構落ち着いているという状況ではあると。今日はね、肩ぐらいの長さなんで、まあ、まだ大丈夫なんですけど、これを結構ショートとかボブとかにしようとすると広がったりとかする可能性がある。プラス内側にうねりがそこそこ、まあ、ロングだったら気にならないけど、ショートとかボブにするとこのぐらいの癖は結構気になりやすいので、短くする場合は縮毛矯正とかストレート系のメニューに少し頼った方がいいのかなっていうのはありますね。あとはずっと結んでらっしゃるから、やっぱり結び癖がついてるんですよね。この外から内にこう集まってくるが、ちょうどここがやっぱり結ぶこのここですよね、跡もついちゃってるので、できればこの癖に関してはカットでも対応していきつつ、結構短くするんだったら矯正メニューに頼った方がいいかなって感じですね。ショートとかにするとここで切る感じになるんで、まあ、癖は殺した方がまあ楽であろうというところですね。まあ、内側にもちょっとうねりがあったりするので、こういうショートボブとかにするなりとか、つるっとしたボブにしたい場合はこれ縮毛矯正あった方が楽です。一応今日のオーダーとしてはもうちょっと長め、そうです、なんかウルフに近いようなちょっと段があるボブ、なんかふわっとしてる、だとまだ長さも残ってるし、アイロンとかでいろいろやれたり結ぶこともできるので、まあ、一旦矯正とかなしでもチャレンジはできると思います。でその後ね、これからまあ春になって、梅雨になってってなってくると髪のまとまりがどうだこうだっていう風な感想にもなってくると思うので、そこで判断してもいいのかなっていうのはあるけど、まあなので、まあちょっとこう外にこう跳ねてくれるような、まあ、このぐらいのボブとかはあのチャレンジをしやすいと思います。はい、お母さんに超止められてたんですか。止められてたっていうか、まあ、とりあえず似合わないと思うよみたいなと、母が短いんで、まあ、髪型被るからあんまり嫌だみたいな。お母さん結構あれっすね、なかなか物言いが髪型とかの知識がないから何も分かんないんですよ。まあそうっすよね。まあその辺も今日含めて、シャンプーだったりとかセットの仕方とか髪型の選び方とか、まあ、どうやってその美容室で、まあ、今後メンテナンスしていくかとか、まあ、そういった部分も含めてあのお話できればいいかなとは思ってるので、僕からも提案をしていくし、何か分かんないことを聞きたいことだったら何でも聞いてください。
凪、はい、さんが分かんないことって視聴者の皆さんも分かんないことだって聞きたいことだったりとかする可能性が結構高いから、うん、普通に一般女性の質問という感じで聞いてもらったら動画をね見てくれた、ね、方の一個お役に立ってて僕も嬉しいのでぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあ肩に当たって跳ねるぐらいのちょっとくびれのあるボブみたいな感じで、はい、行きましょう。まあ、小顔小頭、うん、まあギミックはもうふんだんに入れていきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。これこの長さを乾かすの毎日大変そうっすね。今いやほとんど引っこもってるんで毎日じゃないんですけど、もう髪洗う日減りましたね、うん、ああなるほどね、現代人はちょっと全体的に洗いすぎというのはあったりするので、あとクセッケさんは毎日シャンプーしすぎない方が髪がまとまりやすいというのも実はあって、ね、セットですとかねつけちゃったらまああれなんですけど、くせ毛さんっていうのは水分と油分のバランスが、うん、毛髪内であんまり良くないんですね、うん、でそしてその与えられた水分や油分を自分でこういい感じにこう抱きかかえる力もちょっと悪くて、まあ、トウモテレで10万本ぐらいあるんですけど、その中で結構その油分を抱きかかえちゃう毛もあればすぐに離しちゃう毛もあって、うん、それでなんかこううねる毛とうねらない毛が出たりとか、水分も吸い込んだり吸い込まなかったりするような毛があったり、こうなってるとやっぱり外側のこういうなってるところは水分がよく出るし、内側のこうなってるところは影になるので水分が出ないし、そういうのでまとまりがね悪くなるんですよ。一番いい髪の毛の保湿剤って自分の皮脂なので、設計さんの場合はあんまりこう落としすぎない方が本当は良いけど、やっぱり今ねシャンプーは毎日しましょうっていう文化であって、もう何十年かな、昭和の初期の頃なんかはシャンプーは何日かに1回ので十分っていう風な言われてたので、肌とかもそうですよね、結構やっぱり過剰にクレンジングしすぎる方が荒れたりとかねするのと同じで、こういったねあの部分が、まあ、実はあったりするので、まあ、短くでね、めっちゃ悩むほどの癖ってわけじゃないですけど、乾燥してパサパサするぐらいだったら家にねいらっしゃるということであればそれでもいいかなと思います。で切ります。はい、はい、切っちゃいますね。この水入れどうしようですかね。ぐらいで、はい、はい、短いですね。短いですね。で、まあ、下向いていただくとこうやって内側の毛がね結構出てくるので、この時にちゃんとねくしゃっとめくって切り残しがねないようにしないと。上向いてもらってのインブラを入れるんですが、まあ、切る手はこの時に出てきているここの部分を。ちょっとこう絞って押すようにコーミングすると内側の毛が出てきてくれるので、こう切っておきます。はい、やってます。じゃあ2戦目ですね。ここもインサイドになってくるので、どっちかというと細かい方のコーミングでちょっと押さえながらコーミングをして、ここからはノーテンションでガイドライン合わせて、この時にやっぱりちゃんと毛穴から真下に押してくるというのが大事ですね。肛門の角がこうならないように猫で畳の角も親指を下げるイメージで切ると、そうするとボブのね切れる、ここももみ上げの角からフェイスラインはちょっとレイヤーで切り上げて、まあ、顔に包み込んでくれるラインを見上げから表面のトップのトップはちょっと残して、鉢回りですねのオーバーセクションをまず切りましょう。ここは動きになる毛なので、かといって癖もあるからちょっと膨らむかもしれないしみたいなので、まあ、ちょっと取っておきます。後頭部のこのちょっと丸みがね少しあるので、で今切るのはこのちょうど後頭部の丸みの頂点から
ちょっと上に入ってくるところがあって、あんまりここで恋愛を言いすぎるとこの頭のくぼみに乗っかっておこんってすごくなります。なので今日ちょっとくびれを作りたいのでグラデーション低めに入れて後頭部の出っ張りから下をしっかりそぎを入れてちょっとくびれを作るというやり方でいきますね。後頭部が丸い方はあんまりここのグラデーション高くすぎると丸さの上にグラデーションが乗ってすんごい丸くなんかこういう感じになんか見えるのでグラデーション低めでそぎ多めでいきます。こんぐらいです。もうグラ入ってんだか入ってないですね、まあ、この辺もね優先によって好みが立ったりすると思うのでちょっと切り上げておくぐらいの感じですね。でサイドは平行でワンレン耳の上までグラデーションを入れて耳からはお広い位置のワンレンです。こっちになってきましたね。表面は最近はね結構レイヤーに入ってる感じ少し流行ってるんでね、まず顔周りから切ります。顔周りのレイヤーを耳前ですね。まずガイドを作ります。でこの時に、まあ、フェイスラインがここからこう入ってきてるのでこめかみのね上の部分っていうのはちょっと角度を上げ気味にした方がレイヤーが角が残りません。これもうダウンで角度低めにすると前から見た時にここに角残っちゃうのでしっかり前に引き出してここですね。これを切ると顔周りのレイヤーがすっきり入ってきてくれます。でさらにこれを隠すためにして出てきたのを切るとさらに顔周りが少し軽くなってきます。ここをね切り込めるかどうかで、ね、結構顔周りの可愛さ変わってきますからね。で反対側のサイドのオーバー取ってガイド合わせると、うん、バッチリ、まあ、レイヤーを これは今ざっくりなんで粗切りでいいです。また上に集めて切っちゃう。でここから動きの毛を作りたいのでこのくびれをねなんとなくこの感じでいくのであとここですね、この辺をしっかり軽くしていきましょう。まあ、落ちる位置とあとは顔に対してどの辺に丸みがあったらいいかなっていうのはすごくイメージすることは大事ですね。顔があってまあ半分ぐらいのここですね、ここに丸みがあるとまあバランスがいいのでここにレイヤーが落ちるように、まあ、切っていくと。自分でこう少し丸めた時に丸さの頂点がねちょうど顔の真ん中かちょい下ぐらいに来るぐらいがちょうどいいです。なんかちょっと可愛くなってんだって感じがね濡れてる状態でしていくというのはとっても大事。設計さんなんであんまりハイレイヤーにしすぎるのも怖いし、まあ、そぎは入れなきゃいけないんですけど、そぎだけで頼っていくと、やっぱりパシャパシャになっちゃうので、程度このベースカットのグラとレイヤーとでシルエットの調整をしておくっていうのが、とても大事ですね。うん。まあ、こんな方向性でいきます。あとは、まあね、手先重いんで、だけちょっと、すきばさみでぼかして、ドライカットですね。ちなみにハンドメイドってどんなもの作ってるんですか？フェイクスイーツっていうジャンルで、フェイクスイーツ、ミニチュアのなんか食べ物とか、うん、お菓子とかをレントとかで、あ、はいはいはい、見たことますね。で今このミドルセクションにくびれを作りたいんで、ちょうど頭の耳の上のここのゾーンですね。ここでちょっとくびれ作りたいんで、このゾーンだけレイヤー入れます。前も引き出して。出てくるです。言うこと聞かなくなりました。いいところでミドルセクションにレイヤーを入れてちょっとくびれと軽さを作りたいので、そぎだけだとねちょっとスカスカになっちゃいそうなんで、耳の後ろのミドルセクションのここのところですね、こう全部集めて上に引き上げて出てくるこちらをすると僕で短い手が
で軽さと跳ねやすさが生まれてくれるので、ミドルセクションにまあ繋がらないレイヤーですね、内側だけにちょっと入れとくとくびりやすくなります。この杉だけに頼りすぎないカットができるようになりますね。オイルね、こういうアウトバスオイルの付け方は表面からつけましょう。表面が一番傷んでるんで、うん、アイロンとか一番通すとここになるから、まあ、一番最初にここつけて、その後内側とかつけていく感じかな。でロングヘアの人だったらと結構襟足のところにディリディリした毛がある人多いんで、こういったところにも少しつけるとツルッとした感じになってくれます。まあ、今日切っちゃったからあんま関係ないですけどね。で、接頭剤は内側からつけるっていう感じになるので、トリートメントは表面から、接頭剤は内側からって覚えておくと良いです。はい、ちなみに何か使ってます？オイルとか。ほんと薬局のやつで、うん、あ、全然いいですよ。まあシリコン系のものが使えればいいかなと思います。クロペンタシロク酸とかが入ってるものだったら基本的にちょっとサラサラになるタイプのものなので、うん、それでいいかな。ハイダメージ用みたいな、うん、使ってましたね。まあ毛先でね。で、これ短くなったからダメージしてるとこほとんどなくなったから、ハイダメージ用の重たいものを使うと結構ベトッとしやすくなるから、ちょっと気をつけてください。今まで毛先のところはもういくらでも吸い込んでくれたものが、ぶっちゃけ健康なので、正直そんなにシャンプーもトリートメントも重めのものを使わない方がいいです。シャンプーもまあサラサラめ。重さとかしっとりさを出すのは朝セット台で出すのが絶対いいです。ベトッとしたものを後で軽くすることって絶対できないんですよ。だけど軽いなぁ、ホワホワしちゃうな、癖出ちゃうなっていうのはヘアバームとかオイル、まあベビーオイルとかでもいいんだけど、ホホバオイルとかでもね、で抑えることができるので、それだけちょっと覚えておいてください。量も多いから結構重ためのシャンプー使ってね、中がねちょっとなんかベトベトした感じになりやすいんで、それだけちょっと気をつけて、ちょっとスリムにしていきますね、ここからね。はい、まず前髪を切りましょう。前髪どんな感じがいいですか？下ろしてバッツンがいいと思う。そうですね、なるべく今はねもう長さも結構短いから、もうこれ以上切んない方がいいんで、まあ合わせてここ側に見えるような。はい、で、顔のパーツとしてはちょっと目が少し離れ気味なんですね。だから、あのサイドのここの空間は少し見せた方が相対的に小顔には見えます。なので、今みたいにこうやって狭すぎる前髪にすると結構ギュッと寄っちゃう感じになるから、サイドバングって言ってこのこめかみのところのこのカーブで少し顔幅を広げる。顔幅広げるんだけど、視覚効果で、まあ、バランスよく見えちゃう。ちょっとここに空間があるということが非常に重要ですね。で、もうここで、もみあげまでですね、薄く一線取って、ちょっとこう見てください。ここはもう全部、レイヤー入れちゃいます。そうすると、結んだりした時にもね、かわいい毛が顔周りに落ちてくれるので、で、ボブだから、まあ、ハーフアップ推奨にはなってくるかなと思います。シャンプーって何使ってるんですか？今ひまわり使ってますね。ひまわりか。それはなんで選んだんですか？ネットで、ハイダメージでもなんかいいみたいな。ああ、なるほどね。うん、見て使ってみようと思って、うん、まあ問題があまりなかったので、うん、まあずっと使ってるっていう感じですね。問題なければそのまま継続でいいかなとも思います。毛量調節ですね。まあ、ちょっと癖がポワーンとパシャーっとな、うん、広がりやすいので、わさびでいくよりも、まあ、そぎ切りで間を抜いちゃう感じにした方が、まあ、セット台とかね、アイロンした時にボリュームがスコンと落ちてくれるので、クマサミはもうほんと最低限でね、やっていきます。これですよね。そうです、そうです。オイルインシャンプー、リッチ&リペア。なるほど、ひまわり、オイルイン、オイルメチルタウリンクレーム、これがあるんですね。ですね、ひまわりさんは今ちょっと成分でちょっといろいろ調べたんですけど、まあ、このなんか、界面活性剤いろいろ、4種類かな。うん、海面活性剤を入れてるっていう感じのもので、まあ価格帯もね 500ml で900円だから、まあ、まあ当然ね、価格でその成分で決まるので、すごく高いわけではないから、めっちゃいい成分がすごい入ってるとかではないけど、まあ問題ないんだったら全然いいと思います。うん。まあその水とは海面活性剤がほぼほぼの主成分を占めていて、そこにまあちょっとオイルとかが、まあ入って、植物性オイルがちょっと入ってるみたいな感じですね。なんか量を使うんで、うん、あんまり高いの今まで、まあそうですね、手が出なかったっていうのもありますね。短くしたことで長くて落ち着くっていうことはちょっとなくなっちゃうから、例えばシャンプー、うん、少し量を使う量は減ると思うから、こだわれるんだったらシリコンとかでまとめるっていうよりかはもうちょっと、まあ、CMC だったりとか、ダンではないからダメージ用じゃなくて
サラサラなんだけど髪がしなやかになる系のシャンプーとか、まあ、サロンシャンプーとかは割とそういうのが多いので、ね、まあ、もし、ね、切り替えられるんだったらしてもいいし、まあ、シャンプーの部分はそのままで、まあ、セット剤とかそういったので、頑張ってみるでもいいかもしれないし、こんだけ長さが変わると、まあ、多少変えてもいいとは思うし、まあ、変えたくなるのがまあ普通かなというか、正直あの長さだとねシャンプー確かにめちゃめちゃ使うと思うから、1ヶ月持たない時あるんで、やっぱりそうですよね。トリートメントはね、まあもうシリコンなのでまんべんなくついてればいいかなっていうのはあるんですけど、やっぱりどっちかこだわるだったらシャンプーこだわった方が髪の毛は、うん、あのまとまりやすくなります。絶対いいシャンプーでちゃんと洗ってダメージさせない、あとは髪の毛の全部イブのバランスを整える、あとはそこからトリートメントのシリコンで浸するぐらいの感覚でいいんですね、うん、極論どっちかって言われたら僕はシャンプーをこだわっていただいた方が髪の毛のコンディションは良くなります、うん、で特に今日のビフォーみたいなブリーチ何回もしてる毛先がある時っていうのは毛先もちょっと塗ったぐらいじゃあんま変わんないみたいなところもあると思うんで、そういう場合はあのオイル2度付けとかもいいですよ。ドライヤー前にオイルつけて半乾きの時にもう1回オイルつけるんですよ。そうするとあのよりその表面をプルッとさせてくれるので、ただ重たすぎるオイルだとベトベトしてきちゃう可能性があるから気をつけてねってのもあるんだけど、まあ、毛先ならまあ重い分にはまあいいんじゃねっていうのは正直あるので、それを根元からいっちゃうとやっぱりギトギトした感じになっちゃったりするからダメですよねっていうことはありますね。いや見慣れないですね。ですよね。しばらくそうそうしちゃうというか、顔となんか合ってるイメージがない感じは、うん、カツラ、カツラかぶってるみたいなね、うん、まあでもこういう感じでしっかり小顔になるような、まあこの一線と、うん、まあ、顔周りにしっかり残るようにしつつ、まあ首入れてくれて、で表面にレイヤー入れてっていう感じですね。こっちに毛がなくなる分、うん、やっぱりここと、あとはフレームっていうのがとっても大事になってくるので、まあ、手口でこうやってグイグイと外に猫持ってね話させてもらえればいいかな、まあ、あとはねこういう感じだったらあのインナーカラーでね内側ね、あそうちょっと、うん、インナーとかイヤリングカラーとかはやってみたいなとか、うん、ね、うん、がっつり色抜いてやるとまあなんかハンドメイド作家さんらしくちょっとおしゃれな感じになるし、うん、普通の OL さんができないカラーできるのもね、うん、フリーランスのいいところですから。そうですね、うん、よしこれで再現していきますね。じゃあアイロンしていきます。僕はリファのアイロンが好きですね。あの細いのとそれから小回り効くんですよ。あと可愛いでこんなにめっちゃ高くないというところで、割とどこでも売ってるっていうのもいいところですよね。まあもう今ねすでに少し癖もいい感じにあるんですが、一旦顔の方にグッと入ってきて外に跳ねるっていうくびれの S 字がつけれると最高なので、まあ、そういった意識でやっていきます。この時持ってこの時指でちゃんとこうね なぞった方がいいです。でピシッとさせてから根元中間から挟んで一回これを内巻きに軽く入れる感じです、押す感じですね。外にブイッと跳ねさすとこういうくびれになってくれるので、でこのくびれがこのほっぺの輪郭に沿ってくれると小顔感が出てくれますね。でここの顔周りの短いレイヤーは顔の方に入れて、まあ、それをひたすら繰り返すだけです。ここにちょっとうねりあるからね、もし大変だったら太もも矯正は例えばフェイスラインとか前髪だけとかやってもいいかもしれないですね。内巻きに入れてから外にギュッと入れます感じすると顔にこう完全に包み込む S 字になるので、これやっぱ一番小顔に見えます。で表面は結構レイヤーを入れているので内巻きにするだけですね。で無理にこのすきばさみに頼りすぎない感じでシルエットコントロールしてるから巻きやすいと思います。スカスカになってるとねアイロンに噛まないんですよ。それがないように切ってはいるから、襟足なんかも勝手に跳ねてるからもうめっちゃ楽になってこれはこの時に結構重要なのがやっぱり一回溶かしたりとか、あとは指でこうやってちゃんとなめしてあんまりボサボサじゃない状態を作ってから挟み出す、これやっぱり結構重要なので、ご自身でやるときはねここで持ったままっていうのは無理だから、まあ一回置いといて溶かし溶かし溶かしてよいしょってやる感じで、後ろはもう正直何もしなくてもまだ巻いてないんだけど勝手に癖でポワンとなる癖をしてるし、そこで落ちるようなレイヤーで切っちゃってるんで、まあ、艶出すぐらいの感じで全然いいです。あんまりこうやってグイーンって持ったりとかしなくていいから、よくこう溶かしてもうこういう感じで丸められればやっぱり艶はちょっと通さないと出てくれないんで、やってもらう感じで大丈夫です。はい、セット剤は何か持ってますか？スプレーしか家にないですね。うん、そうだね。
一番いいのはヘアバームがあると一番いいです。あのヘアバームはその癖をね、結構まとめて落ち着けてくれる効果があるんですよ。まあオイルとかでもまあいいです。ベビーオイルとかだったらね、結構家にある人多いから、まあひとまずベビーオイルとかつけることで、まあウェット感というかね、そういったのは出すことがまあできるようになったりするから、ベビーオイルでもいいけど、まあバームの方がおすすめではある。で、まあワックスがあるんだったら、そういったワックスとベビーオイル混ぜるっていうのも一個の手だったりはします。ワックスとベビーオイル混ぜるとバームみたいになるんで。ちょっと長さはあるので、ショートスタイルの中ではね、バームにベビーオイル混ぜるとかでもまあいいかなーって感じ。そうするとより馴染みが良くなる。量が多めなんで、どうしてもバームだけだとね、重くなりすぎるっていうか、オイルの方がどうしてもサラサラした感じが出るので、ってかちらね。いつも。こんな香りです。金木犀の香りになっております。で、つける量は、わりかし、今日長さもあるんで、このぐらい。10円玉からよりもちょっと多いぐらいしっかり取っちゃっていいのと、オイル、これはあのセット用のオイルなので、こんな感じでちょっとこう垂らしちゃっていいかなって感じです。でさっきも話したように、バーのトリートメントはうち表面からね、こういったセットザレは指の股に伸ばして内側から、内側もみあげとかね、もみあげはこうボブはね、もみあげにいっぱいつけてるから可愛いんで、ここにいっぱいつけてください。で、まあ、癖もあるんで、膨らんでくるから、内側につけていただくという感じですね。巻いたもの一回全部こうやって崩しちゃっていいです。巻いてある程度形にはなってるから、思ってる3倍なじませて大丈夫です。なじませが甘いとね、後でね、ボワンと浮いてきたりとか、ムラで自分だけパサついたりとか、そういったことも起きるので、最後余ったので、このこめかみ、顔周りにね、こういったところに落ちてくるような毛に、まあ、前髪はそんなに、だけど、ちょっとつけて束にできると可愛いので。で、つけたらちょっと櫛で溶かすと、ツヤも出るし、束にもなるし。で、顔周りにね、欲しい毛だけこう、落としてきて、内側は普通にちょっと溶かす。外巻きにくびれるように、内側だけ溶かす。で、表面をバッとやっておくと、櫛レットはもうそれでできちゃいますから、最後はアホ毛を抑えて、まあ、ちょうど肩に当たって跳ねるぐらい長さで、まあ、くびれる感じにしております。後ろここ巻いたんですけど、下何にもしないんで、勝手に跳ねると思います、けど。固まってる。やっぱまだ慣れないというか。うん。ただ27年間この長さになったことがないっていうのは、まあそうだと思うので、うん、まあちょっとずつ慣れてはくるし、まあボブかの、まあいいとこだったり、長い方が良かったなと思うこともあるかもしれないし、その辺は一長一短なので、まあどっちが楽かなっていうところは生活しながら見つけてもらえればいいかなと思うんですけど、基本的にはその美人じゃなきゃ短くできないってことは絶対ないので、お母さんに、ちょっと見せつけてやりましょう今日。はい。というわけで、ボブ楽しんでください。はい。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、今日もご覧いただいてありがとうございました。今日のナギさんのケースですね、まあ、周囲の方々からの心ないねお言葉もありつつ、容姿にコンプレックスがある方が、まあ、ショートヘアできないんじゃないかという中でのバッサリカットをさせていただく回となりました。今ね、すごく多様化している世の中の中で、ミニサイズの方だったりとか、まあオーバーサイズの方だったりとかもね、皆さん心豊かにね、生きていける時代になってきているので、まあ僕はなんか、容姿がどうだからといって、まあ短くしちゃダメだよとか、まあ似合わないとかね、まあそういったのはないと基本的に思っています。どんな方でも、どの長さでも似合う長さは必ずある。ボブならボブでも、ショートならショート。ミディアムならミディアム。似合うボブは必ずあるし、似合うショートも必ずあると思っています。もちろん、これにしたいっていう、もう、バチバチに決まったスタイルがある場合は、ちょっとトゥーマッチになることがあることもあったりはします。そこはまあ、プロ目線でね、しっかりご提案をさせていただきながら、まあ、方向性を少し変化させていきながら着地していくというスタイルを僕はしています。で今日の場合は、やっぱりその、ご本人がね、27年間、肩より上にね、髪がなったことないというところだったので、まず一旦肩ぐらいで、ボブでというチャレンジになってきました。肩ぐらいのボブ、そしてくびれボブで顔周りにレイヤーを入れて、ふんわりさせてくびれさせてっていうのはすごくその小顔に見せやすいギミックが詰まったカットになります。もちろん長さがある程度ある分、ショートカットみたいに乾かしただけでも止まるっていうのは難しいんですけど、まあ、最低限のアイロン操作で、まあ、くびれを作って、シルエットにメリハリを作り、アウトラインのレイヤーで
全体の小顔感、小頭感を補正して、で前髪からのサイドバングですね、結構狭すぎる方が多いんですけど、まあ、しっかり広げる、広げつつ頬の方にかかってくるインサイドのレイヤー、まあ、基本的なそのカットの小顔カットの部分を抑えていけば短くできないということはないんですね。ただそれがやっぱりお客様自身では美容師さんに、ね、それをオーダーしてやってもらえるかっていうのもね、待ったりはするので難しいところではあるんですけど、今回みたいに基本的なところを抑えてカットしていけば必ず似合うボブやショート、どんな方でもなれますので安心してください。でまた今日お話の中であったご自宅でのヘアケアだったりとか、こういった似合うスタイル探しですね、まあ、特にヘアケアの部分だと、まあ、シャンプーですね、ひまわりのお話が出たりしました。まあ、ひまわり自体は500ml 900円ぐらいの割とこう安価なシャンプーになるので、まあ、その価格で販売するということは、まあ、どういうふうな成分で、どういうふうなマーケティング広告ですねで販売していくかって、売り値でここの全ての部分が決まります。売り値が決まることで、まあ、使える成分も決まるし、ね、売り値900円なのですごい高い成分は使えないですから、ただまあその安さがあるがゆえ幅広く、ね、いろんな方に使っていただけるっていうのもファブリック商品の良いところでもあります。じゃあ果たしてね、そのシャンプーが私に合っているのかであったりとか、どんな成分が使われてどういう特徴があって、すごく、皆さん気になるところだと思います。そして今日のナビさんのカットのように、どういう風に切ってもらったら私に似合うヘアスタイルになるのか、まあ、ロングでもショートでもね、何でもこの似合わせのポイントっていうのは必ずあります。その2次元で見たね、平面の似合わせプラス、まあ、髪質ですね、今日の場合はちょっと細め柔らかめの波状毛で量がすごく多い、だから好きたいんですね、好きたいんだけど、好きわさみだけでいっぱいすぎちゃうとパシャってなってしまう髪質の方をどうやってパサパサさせずに量を落としてスリムにしていくか、まあ、そんなオーダーの仕方ですね。でも皆さんわからないですよね。わからないから美容室に行って美容師さんに委ねて任せて、それで完成した時にどうなるかという、まあなんていうかこう言い方が正しいかどうかわかんないけど、まあ美容室、美容師さんガチャみたいなところもねあったりしますよね。もちろん指名してはいくんですけど、技術の部分に関しては受けてみないとわからない。まあ、これはね、何の世界でもそうだと思うんですが、そういったところの打率を上げていく、まあ、オーダーの仕方ですよね。あとは美容室選び、とっても重要です。ニッパー、まあ、ありすぎてわからないという、ね、方すごく多いです。で、似合わせのポイントだったりホームケアだったり、まあ、その他もろもろスタイリングのレクチャーだったりとか、今ねこの動画の最後までここまでご覧いただいている方だけが今ねこのシーンをご覧いただいていると思うんですけど、概要欄に今まで無料相談という形で紹介をしてきた公式 LINE があります。そちらであなたの髪の処方箋、今お伝えしたまあ、オーダーの仕方、ホームケア、シャンプーの選び方やスタイリングの仕方、美容室、ありすぎてわかんない、どこに行こう。あとは普段 YouTube ではね、出していないようなヘアケアの知識の動画とか PDF とかそういったのもお配りしたりとか、シャンプーの成分を分析したりとか、私が使っているこのシャンプー、どういう成分なんですかなんていうのを一人一人にお答えしたりとかするサービス、あなたの髪の処方箋というサービスを受けられる公式 LINE が概要欄にありますので、ぜひそちらから LINE 登録してお申し込みいただくことができますので、ぜひよかったら LINE 登録よろしくお願いします。今ね、皆さんが悩んでいる、ずっと悩んでいる、何年も何十年も悩んでいるお悩みっていうのを解決できる未来へ導くためのね、あなたのための処方箋というサービスになりますので、まあ、ぜひよかったら LINE 登録してみてください。で、何でも気軽に相談していただければと思います。ミッチーと Zoom でお悩み相談ができたり、24時間 LINE はし放題という感じになりますので、ぜひご登録お待ちしております。またチャンネル登録と、この動画が良かったなと思う方は高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。